こんにちは、ウィルサーです。今回はですね、宮崎空港から、人気のですね、タイ、バンコクに行くですね、往復チケット、お得なチケットのご案内をしたいと思います。宮崎からですね、結構国際線、いろいろ飛んでまして、いろんな条件はあるんですけれども、まずはですね、香港航空が、香港経由で、フライトが、週2便あります。で、なかなかですね、今、香港からのお客さんが、訪日のですね、お客さんが非常に多くて、この最安値価格の部分は、なかなか取れないんですけども、だいぶ随分この先の分ですね、空席チェックをしたら、この価格で往復空いてることもあります。諸税はちょっとかかるんですけど。それからですね、チャイナエアラインですね。これは便数も増えまして、人気なんです。これも非常に混んでます。ただ最低価格で取れれば往復3万6000円という形になります。一番安定しているといったらあれなんですけど、アシアナ航空ですね、ソウル経由になりまして、これは、同日乗り継ぎが可能な日もあります。なので、こちらでソウル乗り継いで帰ってくると。で、同日乗り継ぎが可能じゃない日はソウルで遊んで帰ってくるとか、そういった使い方もあります。諸税がそれぞれ別途かかりますけれども、これぐらいの値段でですね、取れれば地元の空港からですね、今バンコクに行けて、話題性あります。結構ですね、これ別の動画でもご案内してるんですけれども、トレインマーケット、これ列車市場といいますけども、ここがですね、今非常に人気あって、いろんなものを、美味しいものから、あと衣類とか、工芸品とか、いろんなものをですね、もう1000店以上のお店が集まって売っているという面白いところがございます。それからですね、今、古き良きバンコクというのが注目されてまして、日本の原風景みたいな駄菓子屋さんとか、そんな感じの、川沿いの店とかですね、そういったまた今までになかったバンコクの街並みも注目されているところです。ぜひですね、航空券だけでなくてですね、ホテルとか現地観光とかもやっておりますので、お見つけいただければまとめて、お見積もりを、お得なお見積もりをお出ししたいと思っております。ぜひよろしくお願いします。